私たち人間は長い年月をかけて現在のような豊かな生活を過ごすことができるようになりました。しかし、それは私たちが強い生き物だったからではありません。厳しい環境の変化に対応することができたからです。かの有名なチャールズ・ダーウィンは言いました。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものである。これは投資の世界においても例外ではありません。コア投資戦略ファンド、愛称コアラップは、投資環境の変化に対応するため3つの見直しを行います。1つ目は原則年1回の資産配分比率の見直しです。資産の魅力度に合わせて中長期的な運用に最適とされる資産配分の比率を決定しています。2つ目は投資対象ファンドの見直しです。リターン向上やリスク低減のため投資対象ファンドの分析を行います。さらに良質とされるファンドが出てきた際には組入れファンドの入れ替えを行います。3つ目はポートフォリオを維持するためのリバランスです。値動きによって変化した投資割合を最適なバランスに戻すため、年に4回配分比率の見直しを行います。またコアラップは株式や債券など様々な資産に分散投資を行います。例えば市場下落局面においては債券よりも下落するケースがあり、さらに市場の上昇局面では株式ほどの上昇は期待できません。一方で市場上昇局面では債券以上の収益率で市場に追随して上昇することが期待できます。市場下落局面で株式が大きく下落する場合でも下落幅を抑制することが期待できます。このように設定来下振れを抑制しつつ、コツコツと運用を続けた結果、現在の基準価格は上昇傾向にあります。これは株式や債券に対して際立つパフォーマンスにはならずとも、あらゆる環境の変化に対応してきた成果です。しかし、これまでの運用過程が必ずしも順風満帆だったわけではありません。そんな時こそコアラップは定期的な見直しを行うだけでなく、市場環境の変化に応じたタイミングで資産配分比率の見直し、投資対象ファンドの見直し、リバランスの実施を柔軟に繰り返してきました。その結果、2021年3月末現在で設定来 38.2% の収益率を上げています。経済環境は常に変化を続けています。そしてそれに伴って市場も変動します。運用の過程では様々なリスクイベントがあり、厳しい投資環境が訪れたこともありました。しかしコアラップは環境の変化に柔軟に対応してきたことで、おおむね世界経済の成長に沿ったリターンを獲得することができています。当ファンドは短期間で大きな運用成果を目指すファンドではありません。コア投資戦略ファンド、愛称コアラップは長期的に市場環境の変化に対応して進化していくファンドです。投資家の皆様の中長期的視野での資産形成に適したファンドなのです。